小さいグラスが先ほど頼んで今飲み終わりました。ラオラオタイの米酒焼酎だと思います。まあ飲んだ感じはそんなに癖がないので飲みやすくてそんなに強く感じませんでした。で、次がビアラオのグリーンボトルです。何でも、使ってるお米を厳選されたオーガニックのやつのようです。そんなに米の差で味が変わるんでしょうか。まあすっきりはしてますけど、2倍のお金払って飲む必要はないですよね、というのが酒飲みの感想です。ラオラをもう一本、もう一杯注文しました。なんだろうな、日本の焼酎に近いとは思うんですけど、青森に近いのかな。なかなか、いいんじゃないですか。これは癖になりますよ、慣れたら。ただし前一度飲んだやつはもっと臭かったです、きつかったです。ここのは洗練されてると思います。ラオスで日本人がラオラオを作ってるという話も聞いたことありますので、そういったやつかなとも思います。